はい、ありがとうございます。先ほどまでは滝さんが海外に興味を持ったきっかけからロンドンの大学で何をしてきたのかっていうところをお伺いしたんですけど、この動画では大学卒業してどういうことをしてきたのかっていうところも含めてちょっとお伺いしたいなと思ってます。ロンドンの芸術大学4年間卒業しました。その後はもうすぐに日本に帰ってきたんですか？ポストスタディビザっていう大学卒業後2年間インターンとかできるビザがありまして、へえ、じゃあそれを使ってまだロンドンにいたみたいな。はい、すごっ。じゃあその2年間はインターンと就職ができるみたいな？そうですね、普通に仕事できると思います。あ、そうなんだ。何したんですか？近所の NPO がやっているギャラリーで監視員のボランティアとたまにバイトと地元のイベント会社みたいなところでインターンとボランティアとかやりつつ制作してみたいな。もうそこからやってるじゃないですか。ボランティアもやって。そうですね、アーティストとしての活動をして NPO で働く。でもボランティアって言ってもインターンって言って、はい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 、そんなソーシャルワークとかはやってる、なるほど。実際その時は給料とか発生します、はい、たまに発生してます。どういうこと？まあ、あと違うバイトもしてましたけど。ああ、そうなんだ、はい、じゃあ実際はインターンみたいな。そうですね、ボランティアみたいなケースもかたまにこのイベントを手伝ってみたいな時に、イベントの時はバイト代もらえるみたいな。あ、そうなんですね。むしろそれで生活は大丈夫だったんですか？まあ、仕送りも。あ、なるほどなるほどなるほど。ちなみにもちろん芸術大学卒業してますし、はい、何か絵描きをするっていう観点では就職の道っていうのは確かに限られるかもしれないんですけど、はいはいはい、なぜ NPO とかそういうところでボランティアをされてらっしゃったんですか？偶然なんですけど、そのギャラリーは質がすごく良くてですね、なんか売り買いするイケイケなギャラリーではなく、はいはいはい、地域の子供とかお年寄りとかみんながカフェもあってワークショップとかもよく開催してて、すごいいい感じの雰囲気の癒される感じのギャラリーで、かつ作品も面白くてちょうど歩いて行ける距離だったので。なるほどなるほど。あ、そうなんですね。ちなみにギャラリーのイメージって、はい、まあ、日本でもあるじゃないですか、はいはい、ちょっとちっちゃいところでギャラリーみたいな形で飾ってあってみたいな、はい、そこに人が来るみたいなところあるじゃないですか、はい、でもあれって購入してもらうことを目的にやってるケースが多いんですよね、はい、目的はそうですけど、見てもらう分には別に誰でも。なるほどなるほどなるほど。じゃあ実際そういったところでお手伝いしてたみたいなところあるじゃないですか、はいはい、自分も絵描いてそこに出してたりもしたんですか？はい、そんな出せるほどの。いや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 、本当にない、ちゃんとしたギャラリーなので、はい、でもすごいいいギャラリーで、やっぱり NPO でもあるので、監視はボランティアなんですけど、卒業生とか学生が多いので、その人たちで展示をさせてあげようみたいな。なるほど。ギャラリー内ではないんですけど、ギャラリストとかキュレーターとかが PR の人とかが入ってくれて教えてくれる。その展示するならこの日までにこういうのを準備した方がいいよみたいなこととか、展覧会のテーマはどうするみたいな話とかを一緒にしてくれるっていうサービスがありました。はい、なんかそこでやって良かったこととかってありました？めちゃくちゃみんな優しくて、地域とかボランティアとかをエンパワーするというか、そういうプログラムがちゃんと一過性のものではなく、ギャラリー全体がそういう存在だったので、それもあって日本でもそういう仕事がしたいなと思いました。なるほど。じゃあ大学卒業して2年間ぐらいはそのままロンドンで生活をしてたと。でその後日本に戻ってくるみたいなイメージなんですかね？そうです。日本に戻ってきてからはどういう進路選択をしたんですか？特に2011年に卒業して東日本大震災があって、それでいろいろ政治とかもあったし、社会的にもいろいろ足りてないというか、私もやってこなかったし、いろいろできてなかったなと思って、日本でできることがあるんじゃないかなと思って、アートって特別な人のものではなくて、うまく描けって言ったら難しいですけど、色を使っていろんな感情を表現したりとか、はいはいはい、そういうのって別に誰でもできるし、まあ、確かに楽しいものだと思うので、そういうアート的な表現をもっといろんな人がやれた方が臨機応変な社会になったり、風通しのいい社会になるんじゃないかなと思って、そういう仕事をしたいと。でも一人ではちょっと最初は怖いなと思ってNPO とかそういうのを探していて、今の就職先を見つけたっていう。あ、そうなんですね。ちなみにそこは元から知ってたんですか？あ、その NPO 法人の名前も聞いていいですか？あ、 NPO 芸術資源開発機構で略してアルダって言うんですけど、へえ、そんなのがあるんですね。そこはどうやって見つけたんですか？日本でアートの求人を探すとなると、ここしかないっていうウェブサイトがトヨタアートマネジメントネットタブっていうんですけど、そこの掲示板で探して、そんなのがあるの？むしろそうなんですでも多分国際協力の特化したウェブサイト、わかりますわかります、あります、そういう感じです。そうなんだ実際芸術支援開発機構は何をやってる団体なんですか？
メインの事業はアーティストのワークショップと対話型鑑賞、うん、アーツダイアログって呼んでるんですけど、うんうん、子供からお年寄りまでさっき言ったアートをやってる人に特化するわけではなく、うんうんうん、皆さんが持ってる表現する力を引き出す、うん、でそのアートをコミュニケーションとかコミュニティの媒介となる力みたいなものとしてコミュニティを形成しているという感じです、うんうん、なるほど。実際アートダイアログとかワークショップってどういう形でやるんですか？基本的に自分でも表現しているアーティストの人にワークショップを考えてもらうというか、うん、でアーツダイアログっていうのは作品をみんなで一緒に見て教えるのではなく、みんながどう思ったかをグループで話し合う。なるほどね。あ、理解しました。じゃあある作品がありました、その作品に対してこれはこうだよっていう教えではなくて、そうです、一緒に考えてこれはどういう表現なのかなみたいなのを考えると、はい、そうですね。あ、なるほどな。ちなみにそこの今回はこの絵を描いてみようっていうのは、はい、誰が用意するんですか？我々です。お、あとは対象とか環境ごとによってやるべきワークショップって目的とかって変わるじゃないですか。確かに確かに。子供とお年寄りが同じアート見て好き度が変わると思うので、うん、一緒にやる人と相談しながら、うんうんうん、で行政の委託で学校でやることもあれば、なるほど、ね、美術館のボランティア育成みたいな感じでやることもあれば、はい、高齢者施設に行くこともあればという。え、どうやってそれ案件取ってきてるんですか？行政の委託とかが多い。でそれ大滝さんとかも？営業はあんまりやんないんですけど。そうなんですね。なるほど。ちなみに美術館行った時の楽しみ方ちょっと聞きたいんですけど、はい、どうやって楽しめばいいですか？いろんな部屋があるじゃないですか、はい、そこに美術の品が立てかけられてるじゃないですか、はい、どういう観点で見ていったら面白くなります？とりあえずまず最初は面白そうだなって思ったものしか見なくていいかなって思いますけど。そういうことね。ちなみに、はい、滝さんの面白いなって思うのは何ですか？私はだいぶもう特殊になってしまってると思うので何でも割と面白いんですけど、自分がアーティストとしてやってるのが移住者とか難民とかの方と一緒にアートを作るみたいなプロジェクトをやったりしてるので、そういう内容のとかが面白いなって思います。そんなあるんだ。それは絵でわかるもんなんですか？それともそこの下に説明書きが書いてあるじゃないですか、はいはいはい、そっちでわかる映像とか、その何かプロジェクトとしてこの街の人と一緒に作りましたっていうのが、なるほどなるほど、映像になったり、うんうん、作ったものが置いてあって家庭の写真とかがあって、うんうん、まあ、キャプションでも説明されてたりみたいな。なるほどね。そういう観点なのか。そうですね。なるほど。実際今アルダで働かれてるじゃないですか、はい、今アーツダイアログとあとワークショップやってます、はい、で今両方とも滝さんも一緒に関わられてると思うんですけど、はい、その中で一番印象的だった出来事とかってあります？いろいろありますが、言葉ですごい印象に残ってるのはアーティストのワークショップは今港区の幼稚園保育園でやってるんですけど、そうな、なるほど、港区がね、はいはい、区がやってるんです。すごいですね。でそれも十何年ぐらいやってて、なので受けた子がもう結構大きくなってるんですね。そっか、中学生とか、まあ、そういう子もいますね。小学生とか、はい、それとは別で港区のサントリーホールさんと対話による音楽鑑賞っていうプロジェクトをやった時に、はいはい、小学校に行ったんですね、港区の、うんうん、でそしたらワークショップやったの覚えてるよとか言ってきた子がいて、はいはいはい、その幼稚園保育園の時にやった時は最初はあんまり自分を出せない子だったんですけど、そのワークショップを通じて結構表現が大胆になってきて、はい、かなり自分のやりたいことができるようになったみたいな、経験をしてて、小学校でもその表現の自信というかが続いていたので、すごいなって思います。へー、でもそんぐらいの能力があるんですね、やっぱり。あとにはハマった子はかもしれないですけど、ね、でもそういう機会提供が与えられて、はい、それで変わったっていうことがいるんだったら嬉しいですよね。そうですね、まあ、それはアートだけではないかもしれないですけど ね、 そうですね。でもアートを通じてそうやって変わってくれた方がいらっしゃるのは嬉しいですね、なるほど、ありがとうございます。この動画ではロンドンの大学を卒業して何をしているのかみたいなところをお伺いしたんですけど、次の動画ではですね、国際協力にもよったところの部分でお仕事もされてるっていうことだったんで、そこの部分お話をお伺いしようかなと思います。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。